チャオ、あっちゃんです。今日4月の14日金曜日、近鉄百貨店の、大北海道物産展、はい、行ってきました。はい、ってことで行ってきましたって、もうこの動画が上がっとる時はお昼ご飯食べた後やから行ってたらわかるよね。はい、ということでね、買ってきたものを紹介します。何から行こう。今日のあっちゃんちの晩ご飯、ロースカツ弁当、これ、1280円やったかな。はい、ロースカツ弁当が1280円ってやつがする。はい、で、道の駅中川のステーキ弁当、これ1080円。これまた食べるときに中紹介します。で、これはとんかつ弁当。はい、これ3人でどれを選ぶかはこの後、この後近く今日のご飯動画をお楽しみにしてください。はい、でメインを行きましょう。ザンギ、唐揚げ、ガーリック味。はい。いい香りしてる。これも、晩ご飯の時一緒に食べます。はい、ね。北海道のね、なんか、どっかの名物で、試食で食べて美味しかったから買いました。山一食品の、スルメ。やねんけど、チーズスルメ。これ食べたらね、ちょ、ほんのりチーズ美味しかったんけど、ちょっと待って、言って、鉄板で焼いてくれて、ほんのり焼いてくれたら、めっちゃチーズの味して美味しかった。これ1080円でした。と、それと、鮭とば。大好きな鮭とば。それも塩だけで味付けした方。みりんとか何やかんやの味付けしたやつは1080円だけど、これ1700円ぐらいね。倍ぐらい高いねんけども、めちゃくちゃ美味しいねん、これ。うん。これ買ってきました。大好きなんです。はい、昔ながらの酒とば、長谷川商店。いつも長谷川商店来るけど、ここ、絶対これ来たら買うねん。毎回。うちの子みんな好きでね、酒とばが買ってきました。で、あちゃん大好き。桜餅。北海道の桜餅です。なかなかね、こういう生ものって食べられへんねんけどもね。地元のとか、ちょっと行けたとこやったらしか食べられへん。なかなか北海道産の桜餅は食べられへんからね。生ものやから、賞味期限とかも短いし。道明寺桜餅、北海道札幌市北区、北22条西って書いてある。はい。札幌雪だるって書いてあるわ。お店の名前が。はい。ここに書いてないね。ここにはね、お早めにお召し上がりください。一個一個書いてます。3個で、450円と消費税だったかな。1個150円に消費税でした。はい。で、はい。もう、これ買わないとと思った。ロイズ。今日は朝ごはん動画でも言ってたのかな。朝ごはんかな動画で言ってたんだけど、ロイズの手で、買うよって言ってたやつね。はい。子供に頼まれたホワイトチョコ。これも落ちるんやけど、いちごって言っててんけど、違うの見つけたん。桜フロマージュ。なんかいちごやったら、限定言ったけど、次でも返そうな気がするけど、桜って返そうな気がせえへん。ほんまに今の春限定な気がするから、うん、桜にしました。はい。だからね、桜で、桜のロイズ生チョコ。はい。これは756円やったかな ?770。合わせた。そんなもん。で、1個ね。はい。で、あと、ちょっとこま物いっぱい買いました。ね、変わったの買ったの。熊笹茶。はい。これ100円でした。はい。と、夢ピリカの甘酒。なんか夢ピリカの甘酒って珍しいんですけど、これ210円。で、北海道バター飴。これ350円ぐらいやったんかな。なんか、昔ね、よう北海道行った人のお土産で、こんななんか紙なんか布なんかわからん袋に入って、こんな牛さんパッケージのバター飴って、なんか懐かしい感じ。昔これ袋白やった気がするんだけど、
なんかこれが懐かしかったからついつい買っちゃいました。はい、北見のハッカキャンディー。はい。前にも来ててんけど、買おうか悩んでん。うち子供が欲しい欲しい言ってんけど、ね、これ1本1000円、1080円すんだけど、こんなちっちゃいの1080円、高いなもんだから買わへんかってんけど、なんか悲しそうな顔してたから、今度来た時買ってあげようと思ってて、で、今日行ったら売ってたから、買ってきて。これ、お風呂に入れたら、お風呂が、寒い、どれだけ熱湯のお風呂に入っても寒いぐらいっていう発火液。まあそんなんじゃないね。夏場とかでもこれタオルとかに染み込ませてたらスーッとするし、いい香りですね。まあ、何の使い道があるのか知らんねんけど、発火エキスです。発火の香りです。発火の香りっていうか、北の香り、発火湯。ちょっと香ってみましょう。うわ、もう口をめっちゃ開いてる。おお、おお、すごい、なんか、うん、発火。はい。ということでね、またこれを、また一個一個食べるときとかにまた動画で、紹介していきたいと思います。発火。いう発火の使い方とかだからね、またこれを使ってみたいと思います。ということで、今日、金時百貨店北海道大仏山店で買ってきたものを紹介しました。はい。で、あっちゃん北海道の4色海鮮丼ぶり。現地で食べて美味しかったです。はい。今日の夜はお肉尽くし、北海道のお肉尽くしで食べたいと思います。では、またね。バイバイ。